ビアチェズラフ・リエトロビチ・アルチョーモフは旧ソ連邦及びロシアの作曲家。当初はモスクワ大学で物理学を学ぶが後に音楽に転じ、モスクワ音楽院でニコライ・シデルニコフに作曲を指示して1968年に終了した。ソビエト作曲家同盟の会員となり、数年間モスクワの国営楽譜出版社ムズイカに編集者として勤めた。 1975年に、ソフィア・グバイドゥーリーナやビクトル・ススリンと共に、即興演奏グループ、アストレアに参加した。1979年に、第6回ソビエト作曲家同盟会議の、席上において、承認を得ずに、西側のソビエト音楽フェスティバルに参加したと、球断され、いわゆる、フレンニコフの7名として、要注意人物視される。1979年から、 フリーランスの作曲家として活動しており、ロシア自然科学アカデミーの会員や、復興されたソ連現代音楽協会の導人としても活動した。アルチョーモフの作風は、折衷主義と実験を音楽とを融合させたものである。初期の作曲様式は新古典的であったが、後に民族的な様式に移り、また十二音技法や自由リズム、副調整、ミニマリズムを試みた。 アルチョウモフの作品は、原始的なモチーフやキリスト教的なモチーフに加えて、東方風の瞑想に対する関心の現れである。ありがとうございます。